とある一流企業の社長秘書として働く彼女の名はココロ。彼女の部屋からは夜な夜な話し声が。そう、彼女が人々の迷いと戦う占い師であるということは誰も知らない。迷える子羊ちゃん、おかえりなさい。今日はココロはお留守のようですね。仕事帰りにお出かけかな。おやおや、テレビが動き出しましたよ。2021年始まりましたね。今日はちょっとお散歩しながらいろんなところに行ってみたいと思います。この店にしようというか、いつも来てるところやけど、お邪魔します。ありがとうございます。じゃあお邪魔します。ありがとうございます。ちょっと上を向いて、じゃあちょっと皆さんにはメニューを紹介していきます。ちょっとこれ月曜日から土曜日までいろいろこうやって。でお得な日が、そうお得な日がある、はい、私は木曜日が好き。いや水曜日もいいか、水も木もいいね。でお店自体が鳥がメインです。おー、いろいろ月によってね、今ちょっと11月が映っちゃったけど1月のメニューもあります。そしてちょっとメニューから見てオーダーしよう。おーいっぱいある。どれにしよっかな。あ、これ美味しそう、めっちゃ美味しそう。まずじゃあ飲みもいきます。はい、お願いします。じゃあいちごでお願いします。はい、じゃじゃーん。おー、美味しそう。いっぱいあるよ。鶏ささみのチーズ揚げとか美味しそうやな。鶏皮ポン酢とかも美味しそうだな。あー、いっぱいある。ちょっと美味しそう。卵かけご飯、美味しそう。よーし。じゃあ、そうだ、いいこと考えた。ちょっと場所をお借りして今日はここで占っちゃおうっと。ちょっと準備しよっかな。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ。歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒。入会金、年会費は無料。さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。ヨドバシカメラさんのポイントがたまったので、ちょっとねあるものを買ったんですよ。でそのあるものを使って今日はねこちらレザボアさんで、これちょっと大変これね。ちゃんと消毒レザボアさんで撮影をちょっとお願いさせていただこうと思います。でね、その買ったポイントであれを買ったんですけれども、あれの使い方がねちょっといまいち分かんなくて、ちょっと今日は皆さんにご迷惑をかけるかもしれないですけど、あ、ちょっと待って、来た、だってこっち向けたらいいの、こっち。やった、お待ちしました。やった、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。すいません、いただきます。めっちゃ美味しそう。ちょっと待って、見える？ここか、ここだ。美味しそう。ちょっと待って、これいちご多くない？いちごむっちゃ多い。いつも通りの。ありがとうございます、はい、いちごむっちゃ多いでしょ、これ美味しそう。
お腹いっぱいになるよね。まあ果物を食べながら楽しんでもらうお酒です。はい、いただきます。じゃあちょっといちごとりあえずさっきいただきます。うん、うん、おいしい、おいしい、おいしい、甘い、すごい甘い、おいしい。そろそろ今日はそしたら2021年始まりました。2020年いろいろあったけれども皆さんいかがお過ごしだったのかしら。2021年はどんな年になるかなということで今日は特別編、2021年を占うレザボアメニューということで今日はねレザボアさんに来ています。でレザボアさんのメニューちょっといろいろさっき見てたんですけれども美味しそうなものいっぱいでしょ。梅肉ワイとか美味しそう。なんかね鶏がメインでいろいろあるんですよ。もうこれ全部紹介してたらちょっとキリがないのでこっからね私が選んだ3つをちょっと順番に紹介していきたいと思います。でこれね写真が載ってないから紹介というよりもちょっと美味しそうなものではねピックアップしていきます。まずね1つ目、チキンテリーヌ。チキンテリーヌ美味しそうだったのね。これ見える？チキンテリーヌ美味しそう。そしてチキン南蛮。チキン南蛮もねすごくよく出るらしいよ。チキン南蛮、あ写真がない。そしてまあ締めのね親子丼。ここに写真がある。親子丼美味しそう。親子丼美味しそうね。ではいきます。2021年を占うレザボアメニュー。では今から1番2番3番、1番チキンテリーヌ、2番チキン南蛮、3番親子丼、この3択で答えを出していきます。3つのうちレザボアに行ってみたら食べたいメニューを選んでください。ではいきます。1番チキンテリーヌを選んだあなた、2021年を占います。今からね全体運出していきますので2021年今年はどんな年になるか見ていきましょう。チキンテリーヌを選んだあなたですね。ざっといきますね。まずお金の波が激しい。お金が出たり入ったりで安定しなさそうだな。安定しなさそう。もうね入ったらすぐ使うみたいな感じで仕事運は特にいいんだけれども収入はあるけれどもその分どんどん使っていくっていった感じかな。恋愛がダメ。恋愛ちょっと厳しいかも。恋愛がちょっとなこのカード出ちゃってるからな。でもね出会うとしたら年下の人かな。男女関係なくね男女関係なく出会われる人は年下の人ではないかと思います。ちょっとね下のカードが出てるな。全体的に見て金運がアップダウンが激しいのとなんかねバランスがちょっと保ちにくいのでバランス気をつけてねって出てる。なので全体運としては
金運も愛情面もともにちょっと自分の中で心身ともにバランスを保ちながら自分のことを可愛がってあげていただいたらいいかと思います。仕事がいいので仕事もどんどんやってください。もう仕事で発散するみたいな感じ。ちょっとプライベートがな寂しそう。でもこれバランスを保つとそれだけお金も入ってくるし、一応ね出会いはあるにはあるけれども、ちょっとね悲しい思いするんじゃないかなっていうカードも出てるので、うん、2021年はちょっと山あり谷ありって感じかな。チキンテリーヌを選んだあなたは2021年山あり谷ありと思っていただいて、まあ、バランスを保って頑張ってください。じゃあ次行きます。ちょっと待ってね、バランスがねこれちょっと悪いよね。ちょっと待ってね、じゃあ次行きます。では2番チキン南蛮を選んだあなた、2021年を占います。チキン南蛮を選びましたあなた様の、チキン南蛮美味しいですよね。よいしょ、よいしょ、うん、ちょっと先一息入れるわ。何もあった、はあ、ちょっといちご食べる。いちごがねすごく美味しそうで、見てこれ見て、ちょっと食べます。うん、おいしい、甘い、いちご甘い。あ、じゃあいきます。ねちょっとこっちに行けるかな。うん、ちょっと見にくいかもしれないですけど、地に触れようか、地に触れようかな。じゃあいきます。チキン南蛮を選んだあなた、チキン南蛮選ばれた方は、何かねやりたいってことが出て自分の中で決定できるらしい。こっちに進もうかな、こっちがいいかなって迷ってたところから抜け出せるって言ってます。なので自分の意思をしっかり持って進んでいけば、まああまりこう惑わされずに進んでいきなさいって、これアドバイスでもう出ちゃってるし、なんていうかな、自分の意思を持ってねしっかり進んでいこうって出てるので、仕事運もすごくいい、仕事運がすごくいいので、うん、チキン南蛮さんを選ばれた方も仕事運すごくいいし、なんかね対人関係も私はそんな悪くは思えなくって、大事な人のところにも運気上昇のマークが出てるし、そうだな、健康もいいしな、うん、悪くないと思います。いい意味で何かの決定がなされて、それが自分の意思を持つものだとするとすごく前進するというカードになってますので、前進あるのみって言った感じ。チキン南蛮さんは前進あるのみって言った感じです。あとね落とし物とかちょっと注意しておいてほしいかな。あと太りやすいっていうカードも出てるので、暴飲暴食気をつけてください。でも安定は安定だな、健康も安定も安定が出てるしね、まあ、チキン南蛮さんはもう意思を持って、自分の意思を持って進むっていうことだけ
あの頭に入れておいていただいたら、なんかね道がしっかり自分が悩んでた道がはっきり出てくるっていうカードが出てきているので、そっちに進んでいただいたらいいかと思います。よし、じゃあ次行きます。次、親子丼さん、注意って感じかな三角関係に注意と、なんかね棒のカード、屋内棒って結構なんていうのかな、すごく気を使うカードでもあるんですけれども、なんかすごい気を使って頑張ってるって言った感じです。そして三角関係って結構だから人間関係が活発になる年だと思います。いい意味でも悪い意味でも。でお仕事のところが不安が出てるので、ちょっとね先こう心配になったりすることが多いのかな。でもねこれだけ人間関係のところですごく活性しているカードとか運気が上がってるカードが出てくるので、誰かに頼るとか仲間で頑張るとかそうやってしていくといいんじゃないかな。あとアドバイスとしてはいらないものを断ち切るとかそういうカードが出てるので、今までの古いことであるとかいらなくなったものとかね、そういうものを処分していったら運気上がっていくと思います。うん、なんかすごくハンドいっぱいなので気使う方が多いのかな、親子丼を選んだ方は。そんな気がしてなりません、このカードを見ていると。でも親子丼を選んだ方は2021年すごく人脈とか人間関係が活発になる年なので、不安がらずに、ちょっと仕事がね不安って出てるから心配なことが多いのかもしれないけれども、人間に助けられていくので、人同士のそういう関係を大切にしてくださいねって出てます。そしていらないものを断ち切る、今まで、考えとかもそうだし、いらないものであったりもそうだし、そういうのとはちょっと縁を切っちゃっていってください。そして人間関係、お友達とかそういう人と人とのつながりを大切にというカードが出ています。以上で1番2番3番チキンテリーヌさん、チキン南蛮さん、親子丼さん、それぞれ2021年を占ってみました。ちょっとねざっと出しすぎたので細かいところとかが3択だからなかなか出てないので分かりにくかったかもしれませんけれども、またちょこちょこ細かいことについてはお部屋帰った時にね、お部屋の中でゆっくりしてもいいかなとか思っています。今日はねユザフォアさんの方に来させてもらって、メニューもっと見たくない、このねメニューのこのこれもうこれ美味しそうじゃない、これも見えるかな、もういちごを私頼んだけれども甘い、いちごが甘い、このガリガリサワーとか、これ見てください、これガリガリ君が入ってるのかな丸ごと入ってるんじゃない、すごいね、もうここら辺、インスタ映えとかいう言葉も流行ったので写真とか撮るとすごく可愛いと思います。それだけじゃなくて食べ物も美味しいです。私もちょこちょこ来てみんなで来てて盛り上がったりしてます。ちょっともう一ついちご食べます。
よいしょ。うん。レザボアメニューの中から3つちょっとチョイスさせていただいて、はい、それぞれの占いしました、はい、1番チキンテリーヌ、はい、2番チキン南蛮、はい、3番親子丼、はい、店長なら2021年、まあ、レザボアで一番最初に食べたいメニュー何ですか。なあ、何だろう。え、もしかして店長向こう行った。向こう行ったよ。こっちの方だから、こうだな、こうだな。でも店内ね、ちょっと見ていただいたら分かるんですけれども、すごくね、ほら、おしゃれでしょ。で、ここでね、これこれこれ、あの今上に見えるかな、これこれ、ここで、うん、あのちゃんとね、煙吸うやつがあって、あのここに七輪持ってきていただいて、焼肉とかね、鶏がね食べれるんですよ、このメニュー。ここね、見えますか、このメニューが食べれるの。ピュッ、ね、あ、そうそう、向こうにもね個室があったりして、私もねお客さんと一緒に、ね、向こうの方だな、ちょっと見にくいかな、まあ、画面左の奥側が個室になってます。で、個室ゆっくりできるもんね。うん、でもこのいちごおいしい、おいしい。もうぜひ食べてみて、もういちご。もういちご大好きな人にとったらたまらないんじゃないかな、これ。おいしいと思いますよ。っていうか、おいしいですよ、ですね。ね、今日は、ちょっとしていく中で、メニューをいっぱい見たいなと思ってて、ゆっくりね、いつも見てないんですよね。そう、日本酒がね、すごいんですよ。日本酒これね、カクテルだよな。3番の親子丼です。3番親子丼でした。わあ、どうぞ。そうか、ありがとうございます。ちょっと見てください、これ。なになに、これ、卵むっちゃ美味しそう。プルプル、黄身が綺麗、美味しそう。え、卵丼じゃない、親子丼。親子丼です。親子丼、はい、結構みんな食べはりません。結構人気メニューです。ですよね、はい、親子丼。この黄身、この卵が大分の南王っていうブランドを使ってるんで、あ、そうなんだ。すごい濃くて、へえ、はい、美味しそう。とろっと、これいつの時に潰して食べたらいいんだろう。お好みですけど、少し食べてから途中で割って味を変えて、二度味が、はい、食べてください。ありがとうございますということで、店長が3番の親子丼持ってきていただきました。ありがとうございます。ちょっといただきます。どうぞ。ありがとうございます。じゃあちょっと立て直して、ちょっといただいてみますね。っていうか、3番の親子丼選んだあなたという占いでは、はい、なんかね、人間関係
がちょっと活発になるので、たくさん人脈を増やしていただいてという、はい、はい、僕の仕事に対して、そうですよね。でも仕事が不安ってちょっと出てたから、あ、その不安を人間関係、はい、人と人とのつながりで良くしていってくださいねっていうカードが出てました。ちょっと三角関係というカードも出ていたのでお気をつけてくださいませ。お願いします。気をつけます。シャララ TV スタッフ大募集。あなたもシャララ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャララ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャララ TV ホームページ、メール、シャララ TV フェイスブックページから。じゃあちょっといただいてもいいですか？はい、あ、これか。はい、ありがとうございます。立つまで2分時間は私これ合ってる？あ、こうか。出た、出た、立ちました。ちょっとなんか微妙な立ち方、下げますね。前に持ち上げてください。そう、組んで三脚。そう、私何どれが三脚なの。ありがとうございます。食べさせていただきます。わーい。あ、この角度やったらすごくいい。すごい。いうことね、見てくださいね、これ美味しそう。3番の親子丼、店長親子丼選んだんだって。めっちゃ綺麗。じゃあちょっと熱々のうちにいただきます。最初からそしてこっちとこっちに分けて食べちゃう。いただきます。